ウッパリオンが次ですね、カルパさんの方から発表をしていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よいしょ、出た。あ、ミラーリングじゃん。よいしょ。ちょっとごめんなさい。はい、うっかりをなくす技術っていうことで、発表させていただきます。よろしくお願いします。ところでですね、ちょっと関係ないんですけど、実はさっき今日 AC アダプターをうっかり家に忘れてきちゃって、実はですね、映ってないんですけど、電池残り 30% くらいなんですよ。で、1時間ギリギリ持つかなっていうところで、怖いなって感じだったんですけど、貸していただける方が、名乗り出てくださったんで、助かりました。ありがとうございます。っていう感じで、薬師英二は、みたいな感じで始めます。ちょっと簡単に自己紹介させてください。カルパネルラっていう ID で、インターネットにいる人です。普段パールでウェブアプリを書きつつ、Android アプリも若干、コードレビューとか、あと、若干コード書いたりとか、もしつつ、あと iOS アプリとかもスイートで書いたりしつつ、あと、最近はなんか XS もちょいちょい書いてるっていう感じです。で、ボタナ PM っていう、地域 PM の、あれをやってます。モバイルファクトリーインク、モバイルファクトリー社っていうところで働いてて、さっきここでスポンサーセッションやってた会社ですね。で、そこで、シニアエンジニアやってます。で、ね、C パンに大体こんな感じの、STIP タイムのピアパージストとか書いてあげたりとか、あと、JOX っていう位置情報を扱ったライブラリの XS ジストを上げてたりとか、なんかそういうのをいろいろ上げてます。で、コタナ PM のシャープ読を今朝公開しまして、来月の17日にやる、外役者でやるんで、ぜひいらしてください。で、僕、2011年にモバイルファクトリーっていう会社に入ったんですね。で、その時に、薬師っていうものがあるよって聞いて、じゃあ行ってみようかっていうので、初めて参加したのが2011年。で、そこから、そこで初めて参加した薬師で LT をして、で、次は LT しつつ、個人スポンサーしつつ、次は20分トークしつつ、個人スポンサーしつつ、さらにその次は40分トークをしつつ、個人スポンサーをしつつ、ボランティアスタッフをして、で今年は60分トークをしつつ、個人スポンサーをしつつ、あと、コアスタッフもやらせてもらって、来年はなくなっちゃうんですけど、すごい、僕にとって、いい経験になったし、すごい楽しい思い出になりました。最後のヤプシーってことで、すごいなくなってしまうのは寂しいんですけど、ね、すごい、ヤプシーありがとうっていう感じで、今日はここに立たせてもらってます。はい、じゃあ、ぼちぼち、本題に入っていこうと思います。今回はですね、うっかりをなくす技術っていうことで、僕たち人間なんで、コードを書き換えていたりとかしても、よく間違えるじゃないですか。で、うっかり、バグのあるコードを仕込んでしまったりとか、うっかり他の人のコードを壊してしまったりとか、そういったことがあると思うんですね。で、そういうのが起きてしまうのって、なんで人はミスしてしまうのかっていうのは、ヒューマンファクターズとか、日本だと、安全工学だったりとか、人間工学とか言われる分野で、ヒューマンエラーって言われてて、そういう分野で、すごい研究が繰り返されてるわけですね。で、そこに関して僕も全然専門だったわけではないんですけど、学生の頃に少しかじったりしたんで、で、その観点から見た、アプリケーション開発だったりとか、そういったところについて、話をさせていただこうと思います。本日のアジェンダです。本日のアジェンダです。ヒューマンエラーについてっていうところと、あと、ヒューマンエラーにどのようにして気づくのか、あと、どのようにしてヒューマンエラーをエンジニアリングによってなくしていくのか、あと、エンジニアリングによるアプローチはどのようなものがあるのか。
そしてまとめといったような流れで話をさせていただきます。まずヒューマンエラーについてですね、まあ、僕たちはすごい、まあ、いろんな過ちを犯すわけですけど、まあ、アプリケーションをクラッシュさせたくはないし、それにまあ、コードを、まあ、いろいろ操作しているときに、なんかうっかり間違えてて、すごいなんか、あ、うっかりなんかたまたま気づいたからアプリケーションに影響は出なかったけど、すごいすごいなんかコースがかかってしまったとか、そういったことが多分あると思います。でもそういうのなくしていきたい。でそこで重要になってくるのがヒューマンエラーっていう概念です。じゃあヒューマンエラーっていうのは何なのかっていうと、すごい簡単に言うと、まあ普通になんかうっかりミスとかそういったものをことを指します。でここでちゃんとした定義があって、まあいろんな人がヒューマンエラーとはみたいなことを言ってて、だいぶ情報が錯綜しているところはあるんですけど、多分僕が調べた中で一番古い中ではデイビッド・マイスターっていう人が書いたヒューマン・ファクターズっていう本で書かれていたこの一節で、まあシステムから要求された行為からの逸脱っていうふうにこの人は定義しています。でこれ僕らのコンテキストだとシステムから要求されあごめんなさい僕らのコンテキストだとシステムから要求された行為からの逸脱って言われても何のことかさっぱり分かんないんですけど、僕たちエンジニアのコンテキストに置き換えると、これにおけるポイントっていうのは、オペレーターの誰かが作ったシステムを操作するオペレーターの視点でこの定義がなされているっていうところですね。でこれは僕たちのコンテキストにおいては、それにおけるオペレーターっていうのは他のエンジニア、他の開発者に置き換えることができます。で、まあ、エンジニアは自分たちでそのシステム自体を作って、それを自身あるいは他の人と一緒に運用していくっていったことをやります。なので、僕たちは他のデベロッパー、他の開発者の視点でコードであったりとかシステムに対して見ていく、他の、デベロッパーであったりとか他のエンジニアの視点を自分たちの作っているシステムであったり自分たちの書いているコードに対してそういう視点を入れていくことが大切です。でまたこの定義におけるシステムっていうのは人によってはインフラであったりとか人によってはアプリケーションであったりまたソースコードであったりもすると思います。じゃあなぜヒューマンエラーが起きてしまうかっていう話ですね。でヒューマンエラーの要因としては大きくヒューマンファクター人的要因、マネジメント要因、環境要因という3つに分けることができます。人的要因としては、まあ、普通に、ここでそのままなんですけど、うっかり、例えば手が滑ったとか、そういう感じの間違いであったりとか、そもそもやろうと思っていたことが違ったとか、そういった間違いですね。で、こういうのに対して、安全工学的にどういうアプローチがあるのかっていうと、意識レベルを意図的に高めてあげるっていう方法があります。でこれの具体的な手法としてよく知られているものは指差し確認って呼ばれているものですね。はい、これよしみたいなものを指を指して体を動かしながら声を出すことで一時的に集中力を高めることができるので、まあ、人の意識ってすごい波すごい集中している状態と集中してないぼーっとしている状態とっていう波がどうしてもできるんですけど、指を指して、声を出すことで意図的に集中力を高めることができます。またどういうパターンで問題が起きるのかっていうのを経験によってある程度人間は推測することができるの でそのための経験を無理やり積ませる、なんかこの場面ではおそらく危険なことが起きるぞみたいなものを経験するためにそういうための NKY トレーニングと呼ばれるものがあったりします。でマネジメント要因としては、ディレクションの不足であったりとかレビューの不足だったりっていうものが挙げられます。まあこういうものはワークフローの改善によって改善や
また、ドキュメンテーション、また自動化によって改善することができると思います。はい、環境要因としては、例えば、まあ、これも間接的な要因なんですけど、理解、すごい理解しづらいもの。例えば手順が理解しづらい、コード自体が理解しづらい、まあ、例えばものによりますけど、仕様が膨大すぎて理解しづらいとか、あとはそういったものが挙げられますね。あとは、複雑、とても複雑なもの、まあ、手段が複雑な手段ですね。例えば、この例えばサーバーのオペレーションで例えると、このサービスの監視を止めて、かつこのロールの監視を止めてから、このサービス、このサーバーをリスタートして、さらにこのサービス、このサーバーの動作確認を終えてから、そのサーバーをサービスに入れて監視に入れるみたいな、逆か、とかそういったことを、そういった複雑な手順を人間がやろうとすると、まあよく間違いやすい。あと普通にそもそも間違えたことを見過ごしやすいっていう問題もありますね。でそういったものに対するアプローチとしては、まあ理解が簡単なようにしていく、まあ、手段をそもそもシンプルにしていく、あるいは、まあ、間違いに気づきやすくする、あるいは間違いを予防する、間違えても問題が起きないように、安全なように仕組みを整えるといったアプローチがあります。でこのセクションのまとめとしてましては、まあ、ヒューマンエラーって呼ばれるものは、まあ、ざっくり言うと、まあ、普通に、まあ、いわゆるミスですね。で、僕たちは他のデベロッパーの視点で、システムについて考える必要があります。これは、理解しにくいか、で、これは複雑じゃないのかとか、これは何かこの手順は、この手順だったり、このシステムは、ただこのコードは書き換えても間違いやすいんじゃないかとか、そういったものが挙げられます。ビール飲みたい。はい。では次のところで、どのようにして間違いの要因に気づくことができるかという話をします。安全工学の世界にはヒヤリハットっていう、日本語でヒヤリハットっていうニアミスっていう概念があって、まあ、問題としてどんな損害も被らなかったんだけど、一歩間違えたら大きな損害を出していたとか、なんか小さな損害を出していたとか、そういったような実際に問題は出てないアクシデントですね。でこれに対して興味深いものとして、ハインリッヒの法則と呼ばれるものがあります。これは一つの重大なインシデントの裏には、29個の小さなインシデントがあり、その裏には300個のニアミスがある、300個のヒヤリハットがあるといったことを統計的に出したっていう法則ですね。要するにどういうことかというと、ニアミス、一回大きなアクシデントがある事象の裏には、小さなアクシデントがたくさん起こっていて、さらにその下ではニアミス、まあ、ヒヤリハットが非常にたくさん起きているといった法則です。でここでのポイントっていうのは、これ全て同じ要因から起きているということなんですね。で、まあ、同じではないかもしれないですけど、ほとんど同じだったり、似通った要因から同じニアミスだったりとか、まあ、そういうアクシデントが起きていると。なので、ここから分かるポイントとしては、ニアミスの要因をなくしていくことによって、そもそものアクシデントをなくしていくことができるといったものですね。なので、僕たちはニアミス、ヒヤリハットには気をつけていきたいですけど、だこれってすごい実際に損害は出さないので、非常に気づきにくいんですね。なので
どのようにしてあのニアミスの要因を見つけていくのかっていうことが重要になってきます。でこれで一番重要な僕は一番重要だと考えているのが、まあ、そのニアミス、まあ、実際に被害は被らなかったけど一本間違った危なかったみたいな事例を集めていくっていうものですね。でどのように集めていくかっていうものがあるんですけど、個人的には GitHub がすごいいいと思っています。 GitHub の意思はすごい良くて、例えばその何かしら問題が起きたっていう時に、まあ、まあクリティカルとかライトとかあのアーキテクチャとか、コードとかそういう感じでカテゴリー的にあのタグをつけて整理することができて、まあ、検索性も良いし、あ見た時に何に関するものが何に関する問題だったのかっていうのがパッと見て分かるのが良いところですね。でまたエンジニアフレンドリーな点もすごい良くて、例えばコードのどのソースコードの何行目から何行目の部分で問題があった、なんか この部分は実はこう書き換えてしまうと間違いやすくてコメントには書かれているけどすごく間違いやすいみたいな話を書いて貯めておくことができて、まあ、コードのコメントってなかなか一覧性を高めづらいと思うんですけど、一周にまとめておくとその一覧性が高めやすくいいので良いという感じですね。またコードレビューもすごい良いアプローチです。なぜかっていうと他の、あのデベロッパーの視点を入れることができるからです。で、まあ、そこで例えば他のデベロッパーがじゃあこのコードはこうやって使うんだよねみたいなことを聞いて、あ違いを実はこうやって使うんだみたいなことが起きたら、多分おそらくそこはまあ問題が起き得る箇所になると思うので、まあ、そういうところはどんどん一周に切って直していくとかそういったことができると思います。はい、このセッションでの、まとめとしましてはこのセッションでのまとめとしましては、ニアミスの要因を解決することによって、まあ、実際の大きなインシデント、小さなインシデントの発生の予防につながるっていうところですね。でそのためには、ニアミスの事例をどんどん集めていくのが良いと思います。でそれに GitHub の石を使うとすごい良いです。でコードレビューはそのためには良いアプローチです。っていう感じですね。ちょっと疲れてきた。ちょっと早口で喋ってしまった。はい。はい、まあこのようにして、まあ、今までで、まあ、ヒューマンエラーはどのようなものか、そして、どのようにしてヒューマンエラーに気づいていくことができるかという話をしました。で、この後はそれらのヒューマンエラーをどのようにして解決していくかという話になります。で、どのようにしてエンジニアリングによって、まあ、ミスの要因をなくしていくか。といった話なんですけど、特に環境要因に関しては非常にエンジニアリングによって解消しやすいです。どのようにその環境要因をなくしていくかというと、まあ、さっきもちょっと出てきましたけどこういうアプローチがあります。まあ、簡単に理解できるように、そしてまあ、シンプルな手順で使えるようにとか、またミスに気づきやすいように、またミスをしても、安全なように、ミスを予防できるように、そういうふうに、まあ、エンジニアリングしていくっていうことがアプローチとして考えられます。ちょっと疲れたんでうどんの画像を見てお楽しみください。
ちなみにこのうどんは五反田駅の前にある鬼山っていうお店のうどんで、ここでかけうどんなんですけど、すごい僕は好きで、週に1回は最低でも通ってます。ちなみに今年初めて薬師に来た人ってどれぐらいいますか？おお、すげえ。ありがとうございます。すごいいっぱいいますね。いや、どうでしょう、薬師楽しめてますか？わあ、ありがとうございます。やったやった、よかったよかった。実はですね、この薬師のなんかコーヒーブースとか行った人いると思うんですけど、コーヒーの手配とか、あと個人スポンサーの方が着ている T シャツの手配とかは僕がやってまして、まあそんなに僕もがっつり手伝いってるわけじゃなかったんですけど、まあそういう屋台でお手伝いをさせていただいてました感じです。よし、休憩終わり。はい、続きいきます。はい、じゃあどのようにして、エンジニアリングによってアプローチしていくかっていう話ですね。ここがほとんどメインです、うん、で、簡単に理解できるようにするアプローチとして、大体僕が考えた中では、まあ、こういったアプローチがあるかなと思っています。まあ、読みやすいコード、説明的な命名、またコードのドキュメントやコメントを書いていく、また副作用を少なくしていくといった要素ですね。はい、で、まあ、読みやすいコード、まあ、リーダブルコードって書くと大体この本が出てくると思うんですけど、ここで読んだことある人います？あ、素晴らしい、もうほとんど読んでるじゃないですか。で、読んでない人はすぐ読んでください。でもうこれで話が進みます。で、この話は終わりで、で説明的な命名っていうところで、例えばこういうコードがあったとします。で、まあなんかのアプリケーションのメンバーにパピックスをメンバーで、まあパピックスをクリエイトしますっていうコードを書いたときに、これって中で何をやってると思いますか？ちょっと一人聞いてみたいんですけど、何をやっているコードだと思うっていうやつ。別にこれ正解はないんで、気軽に普通になんか声出して答えてもらえると嬉しいんですけど、あ、どうぞ。メンバーがパピックスさんを参集しているっていうか。うん、なるほど、ありがとうございます。で、ありがとうございます。なるほど、メンバーがパピックスさんをクリエイトしている、算出しているということだったんですけど、例えばこれって、まあ、こういったコードもあり得るわけですね。中で実はなんかすごいなんかでっかいトランザクションがあってて、なんかすごいいろんなロジックが走って、最終的にメンバーっていうテーブルにインサートが走るみたいな感じのコードが走っていたりとか。で、こういうのってすごいクリエイトってだけでな、クリエイトってやると、なんかその今聞いたみたいに、パピックスっていう何かを作っているっていう、メンバーを作っているみたいな感じのコードに生まれがちなんですけど、まあ、それ以外のこともたくさんやっているみたいなのってすごい分かりにくい、やっているっていうことがすごい分かりにくいですね。なので、例えばちょっとこのコードはあまり例としてそんなによくないかもしれないですけど、例えば、まあ、ユーザーの登録だったとして、メンバーの登録だったとして、例えばこのような感じで登録しつつそのデータに対して初期化するよとか、一つだけのことはやってないよみたいなことを書いていくと、もうちょっと説明的なのかなとか、まあ、こういった細かい説明を少しずつ積み重ねていくことで、まあ読む、まあ、まあ理解しやすいような行動になっていくんじゃないかなと僕は思っています。
でまた、これもすごくよく言われることなんですけど、コードのドキュメントやコードのコメントってすごい重要です。でなんでかっていうと、そのコードに対してはそのコードの読み手はコードに書かれたことしかわからないんですね。でコードに書かれていないことは当然わからないわけです。例えばなぜこのようなアプローチが使われているのかであったりとか、なぜこのようなワークアラウンドが必要なのかであったりとか、でそういったあたりの情報が欠けていると、あ、なんだこのコードいらないじゃんっていう感じでうっかりそのコードを消してしまって、すごい特殊なケースでバグるみたいな、なんかエンバグするとか、そういったことが発生しがちだと思います。また、サイド副作用をなくしていくこともすごい重要です。もちろん副作用が全くないっていう状態がもちろんベストではあるんですけど、だけど僕たちが扱うアプリケーションでは、例えばデータベースを操作するであったりとか、ビデオ操作するであったりとか、そういったものが必要になってきます。で、その副作用をなくしていくためにどのようなアプローチがあるかというと、まあ、当然ながらグローバル変数を使うのは良くなくて、まあ、他には、まあ、ライフサイクル、まあ、オブジェクトのライフサイクルを短くするであったりとか、あとはイミュータブルなオブジェクトやイミュータブルな値を使っていくであったりとか、あとは関数型的なアプローチを取り入れていくといった方法があると思います。で、そうですね、ライフサイクルを短くしていくっていう話なんですけど、これはどういうことかっていうと、オブジェクトっていうのはどうしてもほとんどの場合は状態を持ちます。なので、その状態の変化を減らすためには、少ない、オブジェクトのライフサイクルは短い方が良いという話ですね。で、状態の変化が少ないと、副作用も同じく同様に少なくなっていくという話です。で、例えば、スイッチっていうフレームワークをご存知の方はいらっしゃいますでしょうか。パーズのスイッチと呼ばれるフレームワークをご存知の方はいらっしゃいますでしょうか。少ないですね。あ、ここパーズのカンファレンスなのにな。まあいいや、例えば昔そういうフレームワークがあってですね、そのフレームワークのプラグインとしてスイッチプラグインスタッシュと呼ばれるものがあります。で、これは何なのかというと、テンプレートエンジンに渡す値をリクエストコンテキストオブジェクトの、まあこれ リクエストのコンテキストを持っているオブジェクトがページスっていうネームスペースにあるんですけど、ネームスペースのインスタンスなんですけど、そこのスタッシュっていうところに、まあ、どっからでも値を突っ込んでいけて、でその値がテンプレートから使えるみたいな、なんかすごいサクッとアプリケーションを書くにはすごい楽なんですけど、まあスタッシュっていうと、まあ、このスタッシュ、そのセリフだったりスタッシュっていうところのライフサイクルが長い、実はすごいコントローラーで、まあ、コントローラーというかページスですごい長い処理をしていたりとか、そういった時に非常にコードの流れが追いにくくなるといった作用があります。ただこういうこのようにすごい長いライフサイクルを持っているオブジェクトを少なくしていくことで改善を図ることができます。またそもそもオブジェクトや値に状態を持たせないために一度オブジェクトを作ったり値を作ったり値を初期化したりしたらそれを書き換えられないようにイミュータブルなものとして扱うっていうのもアプローチとしては良いと思います。で、ここではそうですね、まあ、イミュータブルのオブジェクトやイミュータブルの値を中心に使っていくことによってロジックがあまり動的な状態に依存しなくなります。なので、その分この状態の時はこのように動くはず、この状態の時はこのように動くはずといったことを考える必要が少なくなっていきます、ね。で、そのためには例えばスイートであったりとか Java であったりコトリンであったりとかスクラっていう言語では、まあ、他にも C とかでも全然サポート、まあ、大体の言語で
大体の静的片付け言語ではイミュータブルな片付けがサポ片付けでイミュータブルな変数宣言がサポートされて、まあ、定数ですね、はい、でスイートだとレッドが使えたりとか Java だとファイナルでコトリンだとコトリンとスカラでバールとかそういう感じで使えたりします。でパールだと、まあ、その組み込みでも一応あることはあって、インターナルスペイリードオンリーという API があります。でこれはパールの XS レベルでスカラ変数スカラ値にリードオンリーかどうかっていうフラグを設定することができるんですね。でそれをパールの世界から扱えるのがインターナルスペイリードオンリーっていう API で、まあ、それを使うことができます。でその上に書いてあるコンスト PM っていうやつでもこの SV リードオンリーっていうものを内部的に使っていたりとか、あとはリードオンリー PM っていうやつがあって、でこれはマジックって呼ばれる仕組みを使って、まあ、読み込みをしたときに実行時エラーを出すみたいなことをサポートしています。で、まあ、イミュータブルなオブジェクトを作るときに、まあ、さっき書いたみたいなまあ、イミュータブルな定数による変数宣言をして、でバリーオブジェクトパターンと呼ばれるような、まあ、一度コンストラクターを作ったらそのあじゃあ一度オブジェクトを作ったらそのオブジェクトのメンバーは変更されないような、そういうバリーオブジェクトって呼ばれるようなパターンがあると思うんですけど、まあ、そういうパターンを使っていくっていう方法があります。また関数型的なアプローチも用意します。僕実は関数型的な言語をまだ勉強中で、まだまだ理解不足な部分も多いんですけど、まあ、関数型言語を使うと、関数型的なアプローチを使うと、状態を最も小さなスコープに閉じ込めることができます。例えば、状態はないといえばないんですけど、うん、状態は関数一つの関数の中に閉じ込めることができて、でかつ副作用はモラドの中に閉じ込めることができるという感じですね。だと思います。っていう感じです。はい。またシンプルな方法を提供するっていうのも、UI アプローチです。で、まあ、イミュータブルな値やオブジェクトを使っていくっていうのも、良いパターンなんですけど、あとはね、コードのネストを浅くしていくであったりとか、あとモジュール化を進めるとか、そういった方法があると思います。で、ネストを浅くしていくと、まあ、当然ながら、ネストが深ければ深いほど、そのネスト、上のネストの状態も、さらにその上のネストの状態も全部、全ての状態、いろんな状態にアクセスできるので、まあ、その分いろんなコードの書き方が出てきて、まあ、そのコードをメンテナンスするときに、まあ、どうやってやったらいいのかとか、そういったことは考えづらくなると思います。でまた特に定数でなく変数を使っている場合はいろんな状態があるので、この条件下ではこうするみたいなコードを書いてしまいがちで、いろんな状態を複合、この状態でかつこの状態みたいなものを頭の中でイメージしながらコードを書くのがすごい難しい状態になってしまうと思います。で、これに対する対策としては構造化プログラミング的な考え方を取り入れていって、まあ、構造的にコードをいろんな関数に分けていくといったことが大切になると思います。で、モジュール化を進めていくのも良い方法だと思います。で、どうしても低レベル API ってどうしてもこれをした後にこの API を呼んだ後にこの API を呼んでこの API を呼んでみたいなことをやらないといけないと思うんですけど、まあ、そういったものってある程度パターン化されできてしまうので、まあ、そういうパターンをコピペして使ってしまいがちなんですね。なので、そういったような低レベル API をコピペして使い回すようなものをコードを書いていくと、例えばなんかその微妙なんかほとんど同じなんだけど微妙に扱っているデータが違ったみたいなところ時に、まあ、非常に間違いやすくなるので、まあ、ハイレベル API を使用していくと、例えば仮にハイレベル API のコードをコピペしたとしても、そのコードで
違う、このコードはすごい短くなるはずなので、まあ、変わっている部分が分かりやすい、比較的、まあ、比較的分かりやすいので、まあ、間違いにくくなると感じですね。はい、よし。はい、他には間違いに気づきやすくするような技術です。まあこれは結構たくさん、ここはだいぶたくさんあるんですけど、型制約とか、まあ、型チェックであったりとか、パールにおけるストリクトピエン、ラーニングスピエンとか、あと静的コード解析、パールにおける、まあ、パールプレディクトとかパールリントとか、あとオプショナルあったりとか、あとアサーション、あと自動化されたテスト、自動テストだったりとか、そういったものです。はい、型制約なんですけど、例えばこの、これ Java のつもりで書いたコードなんですけど、ちょっとシンタクスだいぶ書いてなかったので、シンタクスにちょっと自信がなくて、大体こんなコードなんですけど、例えばこのコードは、まあ、クエリークラスのオブジェクトを受け取って、そのクエリーをもとにプリペアドステートメントを作って、それを扱うためのオブジェクトを返すみたいなコードになっていると思います。で、これはこの API を呼び出すための型をうっかり間違えてしまったりとか、あとはそのセレクトしたものを受け取る変数の型を間違えていたりとか、そういった時にコンパイラーが指摘してくれるので、まあ、非常に間違いに気づきやすくなります。また、動的型付け言語でも実行時に型のチェックを行うことで間違いに気づきやすくなります。例えばこのセレクトっていうサブルーチンはあるクラスのクラスメソッドとして定義されていて、でまた、そうですね、なんか、なんちゃら DBI クエリみたいなクラスのインスタンスを受け取って処理をするっていうことが、ここからコードを見てドキュメント的に分かるし、実際に実行したときに、まあ、ここで、実行時エラーになって、型を間違えたときに、実行時に、実行時エラーになってくれるという仕組みですね。でもちろんこれがいいのは、まあ、この時型チェックをコンパイル時や実行時にチェックして、まあ、知らせてくれるっていうところはすごい良いところですね。で型を間違えている時って大体の場合何かしらのミスをしているので、まあ、それに気づきやすくなると間違いを犯しにくくなります。またストリクト PM と呼ばれるものがパールの世界にもあって、ちょっと聞いてみますかね。パールを書いている人、ちょっと質問変えよう。パールを書いたことがある人あ、結構上がった、よかった。で、じゃあその中でストリクト PM を使ったことがない人、あ、意外といる。はい、ありがとうございます。で、そうですね、ストリクト PM っていうのは、パール5から標準で入っている、確かパール5の最初のバージョンから標準で入ってるはずなんですけど、これは何をやってくれるのかというと、まあ、普通のライトウェイトランゲージっていきなり変数に対して値を突っ込んだりとか、そういったことができると思います。でそれはストリクト PM を使っていないパールだとそれはできてしまって、でこれはあまり実は良くなくて、なんでかっていうと、うっかりタイプしたときになんかふうって書いてあった、ふうっていう変数に変数を使おうとしたんだけど、うっかりふう、うーみたいな感じで、おを一つ増やしてしまったとか、そういった時に、実行時になって、なんか謎のエラーが出て、なんで1代入してるのに動かないんだみたいな感じのエラーが出てしまって、すごい迷うことになります。でも、ストリクト PM はこういった問題を解消してくれて、この変数を使うよって明示的に宣言されていない変数をいきなり使おうとした場合は、コンパイルタイムエラーになってくれます。
スイフトクリーンはこのようにして、まあ、うっかり使っていないはずの変数をうっかり使ってしまったときにコンパイレーラーとして知らせてくれるので、まあ、非常に間違いに気づきやすくなります。またこの下は若干関係ないんですけど、こういうストリクト PM を有効にしている場合はソフトリバレンスだったりとか使い方が非常に難しい、安全な使い方が非常に難しいパールの機能をある程度制限してくれます。なので、パールを書く機会がある人はストリクト PM を必ず使った方が良いでしょう。でまたワーニングス PM っていうものがあります。でパールの場合非常にコンテキストに敏感なので、例えばこの上のコード文字列としての3コロンと2っていう数値をプラスで足し合わせようとすると、パールにおいてプラスは数値コンテキストによる演算なので、数値として演算したいものだとパールは解釈して、その3コロンっていう文字列を A2I 的な解釈をして3として解釈して3足す2をしてしまうんですね。こうやって非常に分かり、まあ、僕にとってはそんな分かりにくくないんですけど、非常に分かりにくいじゃないですか。で、そうなんですけど、ワーニングス PM を使うと、確かにそれはパールのコードとして正しいから動くんだけど、でもこれってなんか多分間違えてるよねみたいな感じで、ワーニングスを出してくれます。まあ、このように、まあ、型を間違えたりとか、そういったときに、ランタイムのエラーなんですけど、実行時にワーニングスを出してくれます。他にもなんかいろんなケースでいろんなよくある間違いよくあるなんか間違いやすいケースでワーニングスを出してくれるので、ワーニングス PM もストリクト PM と同様に有効にしてパールのコードを書くのはすごいおすすめです。またコードの静的解析もまあ、非常に有効な手段です。で、コードの静的解析って大体の目的ではよくある間違いを静的解析によって見つけるっていうのが大体の目的なんですね。で、実行せずにその間違いを見つけられるっていうのが非常に重要で、例えばパールだとパールクリティックであったりとか、あと最近モズイオンさんが、作っている、パールリントっていうモジュールだったりとか、 JavaScript だと ESLint が最近出てきたんですよね、確か。で、JS ヒントとか JS ヒントとかそういうものがあったりとか、Java だと Find Bugs とかそういったものがありますね。なんかそういったものを使っていくと、ある程度よくあるような間違いを、まあ、こういったツールが教えてくれるので、まあそういうので見つけていくと、まあ、はかどると思います。で、Swift に関しては僕は知らないんですけど、もしあったら、この後の質疑応答の時間とか、なんかその後ブラブラしていると時とかに、あとはこの後の懇親会だったりとかそういったタイミングで僕に教えてください。はい。あとオプショナルですね。オプショナルっていう概念は結構静的かつ言語で割と最近は有名になってきている概念だと思うんですけど、例えばこれはヌルが入り得る型とヌルが入り得ない型を分けることができるんですね。例えばこのコードにこれスイートのコードなんですけど、まあ2ルになり得る、まあ返り値が2ルになり得るロジックを実行したときに、その値返り値が2ルであるかどうかっていうのをチェックせずに値を扱おうとするとコンパイルタイムエラーになるっていうような仕組みですね。で、原理としては非常に単純で、これはイントハテナってなってますけど、これはスイフトにおいてはシンタクスシュガー、これはシンタクスシュガーで、ちょっと待ってください、こっちか、しまった、文字を大きくするのを忘れてた。で、これっていうのはスイフトにおいてこれはツイートにおいてはシンタクス側で、スライドのコードをコピペして、
そうだ、これを作っていたい。例えば、これが何か1万以上だ、残土が1万以上だったら1を返して、そうでない場合は2度返すよみたいなロジックがあったとして、すごい雑ですけどそういうロジックがあったとして、なんでエラー出てるのか。このインターハテナっていうのは、実はシンタックス、単なるシンタックスシュガーで、でオプショナル型の、オプショナル型の、オプショナルのをイントで特殊化したもの、特殊化したものっていうふうに、スイートの世界で定義されてるんですね。なので、もちろんオプショナル型っていうのはイント型ではないので、イント型として扱おうとするとエラーが出る。まあ、型が違うのでエラーが出るという単純な原因です。よいしょ、まずいまずい。まあ、そういう感じです。まあ、そのようにして、まあ、ヌージェックを共有、今言ったみたいにオプショナルをオプショナルのまま扱おうとするとコンパイルタイムエラーになってしまうので、ちゃんとオプショナルがそう、ヌーでないことを確認してから確認するようなコードを書いていかないとコンパイルタイムエラーになるということで、これがすごい重要なのはヌーズチェックを強制することができるという点ですね。ちょっと飛ばす。あとアサーションは実行時に、例えばここではなんちゃらに i に2をアドドしたら i は3になっているべきみたいな感じの、まあ実行、まあ、このコードはこの状態をもとにして実行することが前提になっているようだったりとか、この結果をこういう範囲のデータのこの範囲の結果を返すべきみたいな、そういったデータに対してこの状態でこの変数はどうなっているべきだとか、そういったものをコードに書いていくことで、実行時にそのチェックが実行されて、もし問題があった場合には死んでくれるみたいなやつを作ってくれます。で、 C++11 だとスタティックアサートっていうものがあって、これは非常に限定的な条件下なんですけど、このアサーションをコンパイルタイムに実行することができます。まあ、自動化とテストの自動化については、よかった、特に説明する必要はないと思うんですけど、まあ、テスト自動的にテスト実行してくれることで良いみたいな。で、まずい。ミスをしても、ミスを予防できるような仕組みとしてはいろいろあって、例えばデファーっていうこのスコープを抜けたときにこの処理を実行するみたいなもの、例えばファイルをオープンしたときにクローズし忘れないようにデファーしておくとか、そういった扱い方ですね。で、こういったことはさっき Go ラングと Suite2.0 のコードで書いたんですけど、XX は取ってない。はい、パンコードでも似たようなことができて、例えばこんな感じで、この例あんまり意味ないんですけど、ガード .pm っていうものがあって、パールの場合は、参照カウンター方式 の, GC を使っているので、この参照、このダラガードっていう参照がなくなったときに、このデストラクターが必ず走るので、その参照カウンター方式の特性を利用して、デファーと同じようなものを実現するっていうものが、このガードって言われるようなやつですね。あと Java の Try with Resource とかも、まあ、同じような効果があります。なので良いですって感じです。あと Max Expert Child っていうのが、まあ、大体サーバーとか触ってると出てくるような、なんかよく見るような話だと思うんですけど、まあ、これはメモリーリークとかそういう、まあ
っかりスワップを読んでしまったりして、非常にアプリケーションのパフォーマンスが出なくなったとか、そういったようなミス、うっかりミスを予防することができます。あとは安全工学の世界でポカよけって呼ばれる概念があって、これ日本語でポカよけってやってるのそのまま書いてあるんですけど、これ本当に日本から出てきた概念で、英語でもポカよけって書きます。で、すいません。という感じで、まとめとしましては、なんかそういう、まとめとしましては、他のデベロッパーの視点を持ちましょう。で、これは分かりやすいのか、これはシンプルなのかとか、そういった問いを自分たちに問いかけましょう。で、そして、ニアミスをなくしていくことによって、インシデントをなくしていく、予防することができます。感じです。で、良いアプローチとしては、さっきも言ったように、簡単に理解できること、簡単に使えること、で、間違いに気づきやすいこと、間違いをしても、安全なように、間違いを予防できたりとか、そういったようなことですね。で、ただこう今日言った方法っていくつか例を挙げたんですけど、すごい少ない方法なんで、まだまだたくさんいろんな方法が工夫次第であると思っているので、そういうものをどんどん見つけて、一緒にそういう安全なアプローチを探していきましょうというわけで、ぜひ僕にとベストトーク賞を投票していただけたら嬉しいです。で、ご清聴ありがとうございました。いろいろと方法をご紹介いただいたと思うんですけれども、はい、ご自身のご経験の中から、はい、これは一番光が減ったなというものがあったら教えていただきたいんですけれども。ありがとうございます。僕の経験の中で、どのような方法が、最もうっかりが減ったかみたいな質問ですね。そうですね、個人的にはそうですね、静的括付言語を久々にスイートとか触ったことで書いたんですけど、その型があるっていう、型があることによってある程度、保管が効きやすいっていうのもあるんですけど、それも含めて型をうっかり間違えて、コードが動かなくなるみたいなことはだいぶ減ったかなと思います。また、その理に伴ってオプショナルがあることで、例えば Java 7 以前だとヌルチェックを明示的に、ヌルチェックは必須ではない、必須ではないので、ヌルチェックを自分でちゃんと書かないと、うっかりヌルが来てしまったときにコードがクラッシュ、ヌルポインターエクセプションが出るとか、そういった問題が発生するので、オプショナルがあることによってヌルが入れるか入れないかっていうのを型で示しつつ、それをコンパイル時に教えてくれるので、かなり問題に気づきやすくなったなっていうのがあります。これで答えになってますが、ありがとうございます。他にどなたか質問ある方いろいろと知識ありがとうございます。コメントが大事とありましたが、あるあるとしてコメントがコードを反映してないってことがよくあると思うんですけども、それの対策について知見がありましたら教えていただければと思います。はい、コメントがコードと合っていないことが多いと思うけど、それをどうしていくのが良いかという知見ですね。目としては、良いアプローチとしては、全てのコードをデビューするっていうのが個人的、僕のチームでやっていることで、コードをみんなでデビューしていくことによって、コードをみんなでデビューしていくことによって、他の人の目線が入るので、そこで例えば自分が書き換え、コードを書き換えたんだけど、コメントを書き換え忘れたことに気づかなかったとか、そういったケースを、他の人がコードを読んだときに、指摘できると、そういったものはなくしやすくなるといった具合ですね。コードとコメントの整合性を、機械的にチェックできる方法があれば、もっと良い未来が見えてくるかもしれないんですけど、その方法については僕は良い知見は持っていないです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、その他どなたかありますか。一番後ろの
はい、コードレビューとかされると思うんですけれども、はい、他の人のコードを読むときに、なんかこう、うっかりが出そうなコードの匂いとか、うんうん、なんかそういう、こう重点的にどこを見るかとか、そういったものの知見があったら教えていただければと思います。うんうん、はい、なるほど。そういった、コードレビューをしたときに、間違いやすい箇所をどのようにして見つけるかといった内容ですね。そうですね、はい。はい、そういったものは、例えば他の人が書いた API をどのようにして自分が使うのかっていう観点で考えてみることが僕は多いです。例えばこの API はこうやって使うと思うんですけど、なんか合っていますかとか、そういったような問いかけをすることで、それが正しければそれで良いとか、そういったような自分はこのコードを見てこのように使うと考えたんだけど、それで合っているかとか、そういったコミュニケーションをしていくことで、そういったものを減らしていけるのかなって思っています。ありがとうございます。はい、まだ少し時間があるので質問ありがとうございましたら。性的解析ツール、パールルリントとかクリティックとか使うっていうお話が少しあったと思うんですけども、はい、他の言語だと分かんないんですけど、パールクリティックとかって結構なんか出てくる項目が理不尽だったりとかして、従えないよみたいなところってあると思うんですけど、そういうところに対して何か工夫しているところとかありますでしょうか。そうですね、もちろんパールクリティックとかが教えてくれる、ちょっと質問を繰り返しますね。パールクリティックやパールリントなどが指摘してくれるポイントは、非常にすごい重箱の隅をつくような細かいことであることもあるんですけど、そういったものに対してどうしていくのが良いかという、良いと思うかという話なんですけど、僕としては、本当に重箱の隅をつくような、実際にこれをもとに問題が出ないだろうと、すごい確信を持てるものって言いたいんですかね。これ経験から来るものになってしまって、ちょっと説明しづらくてちょっと申し訳ないんですけど、そうですね、例えば、パールクリティックだと値をリターンするときにアンデフを返すと怒られるんですよ。なぜかというと、アンデフをリターンしているとスカラコンテキストでは正しくアンデフをリターンしているように動くんですけど、リストコンテキストだとアンディフが一つだけ入ったリストを返すことになってしまうんですね。なので、それをもとに間違いやすい、それがミスを誘発しやすいっていう理由で、パールクリティックでは、それに対して警告を出してくるんですけど、例えば逆にハッシュのバリューとして値を入れるときに空リストで返してしまうと、パールのハッシュの構文って、どうしよう、こっち X コードなんですけど、パールを書きます。早速送られてる。やっぱり EMAX がいい。よし。サイズがでかくなりすぎた。よし。横長すぎる。ちょっとある条件下ではリターン1されて、ある条件下ではリターンアンデクスをされると思ってください。で、パールの構文で、ハッシュを書いたりすると、こうですね。
ナッチが、はい。で、なんかあるキーのバリューとして、なんか、サブルーチン読み出しだったり、メソッド読み出しをしたいっていうすると、このハッシュの定義の中ってリストコンテキストなんですね。リストコンテキストなので、ここで空のバリューを返すと、これは、AA っていうキーしかないっていうことになって、まあ、こういう宣言になってしまうんですね。これはまあもちろんユース、これはこの場合はもちろんユースワーニングスピードが警告を出してくれるんですけど、まあ、このようにしてリストコンテキストで返してしまうと今のような問題が起きるので、必ずスカーコンテキストで返すみたいな、必ずスカーチを返すといったような方法が実際に行いたいことがあるので、そういう意図してそのパールクリティックの警告を破る場合は、その破った方が安全だと確信が持てるようなこういうケースでは、こういう使い方が多いケースでは、そういう API にしようとかするとか、そういったことを決めています。はい、はい、では時間なので、パルパさんありがとうございました。最後にありがとうございました。